本日は事前収録の番外編をお届けしますさあこの番外編皆様からいただいたたくさんの疑問質問にお答えをするという今大人気のコーナーになっています皆様普段の京都のいろんなこう勉強や観光でいろんな疑問質問がありましたらどしどしとお寄せをいただきたいと思いますさあそれでは本日も2つ 皆様からの疑問質問にお答えをしたいと思いますまず一つ目ニックネームタビカルタさんですタビカルタさんありがとうございます京都にあるお寺のお茶室その名前にはなんとか庵またはなんとか亭またはなんとか庭などがありますがこのお茶室の名前につく庵庭 剣などで何か意図した違いがあるのでしょうかという質問ですそうですね私も正確に誰かこうお伺いしたことはないんですが特にいおりという案を使うからこうだてを使うからこうだ剣を使うからこうだというのはないと思うんですね おそらくいろんな形で使い分けの中で「なんとか案と称したり「なんとか亭」と称したり「なんとか剣」と称したりしたんだと思うんですね。で例えばね京都にいろんなお茶室お寺神社含めましてありますけれども例えば「いおり」「庵」という字はもちろん一番よく知られているのが参選家の「今日案不審案関久案などが知られておりまして いおと書いて安と言いますでその他にも国宝のお茶室で大山崎の千利休ゆかりのこちらが大安松いおりと書いて大安と言ったりまた大徳寺の中にあります国宝のお茶室密探石密探ですねでまあこのように密探と言ったら密探石と 席をつけたりもしたりもしますね。ですから、まあ、いろんな呼び方があるということなんです。あの、席、椅子の席と書く場合はですね。あと、南禅寺の達中、金地院の発送席とか、あとどうでしょう。そうですね。大徳寺の受講院の中に、会員席とか、マスドコとありますね。あと、手。 両手なんかの手と書くのが、例えば、仁奈寺の中にありますね。両角非人手とか、あと、広大寺にあります。しぐれ手、かさ手。まあ、こういうのを手と言いますね。まあ、こういう形でいろんなお茶室が京都に残っていますので、まあ、その、いおり、あん、手、剣、関、 など、いろんな呼び方がありますが、まあ、これはおそらくその時々に、まあ、どれかでつけたんではないかと思っています。もしなんか明確にこうですよという何か答えがあったら私もちょっと教えていただけましたら幸いと思います。旅かるたさん、ありがとうございました。さあ、二つ目の疑問質問です。ニックネーム、京都の橋月さんです。確かこの方、ニックネーム、 2828 28から、改めて、京都の橋月さんということなんです。あのー、2828 28、橋月。こうなればもう、あの方ですね。<laughs> 京都の橋月さんからです。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。ライブ配信のトークテーマだった、小国寺の泣き流に絡む質問です。 その中で3つ質問いただいています。まず1つ。なぜ禅寺の八刀の天井には、雲竜など竜の図がよく描かれるのでしょうかということなんです。で、2つ目に禅寺の天井に竜を描くようになったのは、我が国日本独自なのでしょうかそれとも海の向こう中国の禅寺に習ったものなのでしょうかということです。で、3つ目に我が国あるいは京都で最初に 雲龍の図が描かれたのはどこのお寺で誰が描いたのでしょうかという質問ですね。これねなかなか記録が残っていないところもあります。もう禅のお寺の建物といえば時々に燃えては再建されていますのでおそらく現存最古というあの我が国で最も古く描かれたものというのはもう建物とともに消失をしていると思うんですが。 京都で、どうでしょうか、古いものでいきますと、ちょっとね、調べたんですが、小国寺、以前の旅くじで泣き竜と叩くと、天井の竜がね、カタ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 と鳴く、泣き竜の小国寺の葛藤ありますけれども、えー、こちらが加納光信によって描かれておりましたので、えー、年号で言いますと、慶長10年。 1605年なんですね。で、その時に描かれた竜の図があって、で、皆さんよくご存知の明神寺の発刀、これ、加納丹優55歳の時ですから、1657年ということになりますので、小国寺が1605年、そこから52年経って、明神寺の発刀、加納丹優が描いてるんです。ですから、50年以上、 小国寺と明神寺の間にはあるんです。描いた人物も加納三信と加納丹勇です。で、この加納丹勇はそこから20年前の1637年に35歳の時に大徳寺の八頭の竜図も書いています。ですから、三信が1605年に小国寺を描いて、そして1637年、 32年後に大徳寺の八刀の龍の図加納探幽で同じく加納探幽20年後に明神寺の八刀の八方にらみの龍というね一番の有名な大きな龍の図を描いておりまして、まあ、この辺りが古いものとしては建物とともに今現存しているということなんです。で近年明治以降再建された 禅寺に描かれた龍ン図としてはね、よく知られているのが、例えば、南禅寺では今尾経年画伯が描かれましたものが、明治かな、えー、残っておりますし、東福寺、道元印象です。天龍寺、加山又蔵賢人寺、小泉淳作ということで、まあこのような形で近代の画家の皆様によっても描かれているということなんですね。 まあですからこの竜の図さまざまな形で過去禅のお寺の八頭の天井などに描かれまして、まあ、しかし大きなお寺ですから火災とともに、まあ、その八頭の竜の図焼失をして今京都で古いものとしては小国寺大徳寺明神寺あたりに見られこれがだいたい400年ぐらい前です。そして明治以降南禅寺 東福寺、天竜寺、建仁寺などになってくるのかなと思っています。ですから、もっと調べたらもしかしたら、そうですね、古いものですとか、あるかもしれませんので、また私も、もうちょっとね、調べてみたいかなと思います。竜は仏法の守護神で、八刀は師匠、弟子が禅問答をする座禅のお寺、禅寺の修行道場の一つなんです。修行する場所を、 仏法の守護神竜が天から見守るということでその天井に竜が描かれるようになったといいましてこれがね中国から伝わったかどうかというのは定かではないんですけれども、まあ、竜というのはそもそも中国に伝えられた伝説の生き物ですから、まあ、中国にもあってそれがまあ我が国に伝わったとも考えることができるのかなと思っていますあまりね他の宗派ではあまり見られませんね、えー、臨済宗をはじめ この禅能寺に特徴的に見られるということなんです。はい、ということで今日は2つの質問にお答えをさせていただきました。今日のトークはここまでとなります。さあそれでは一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。さあ皆さん。 あい言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる、この好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、京都からもたくさんの元気をお届けしますし、皆さんからもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、 京都を好きになるということで本日は皆様からの疑問質問にお答えをする番外編をお届けしましたさあ明日2月の6日土曜日はライブ配信に戻ります午後の3時明日の2月の6日土曜日は午後3時にちょっと遅れるかもしれませんけれども午後3時にお会いしたいと思いますそれでは ありがとうございました